愛少女は、高山俊則による日本の漫画作品。携帯少女のタイトルで、少年ジャンプネクスト2013スプリングとジャンプライブ1号に掲載された読み切り作品を前身とし、週刊少年ジャンプ2014年12号から2014年32号まで連載された。その後、ウェブのジャンプライブ2号に移籍し、2014年7月から9月まで、 連載、ライブのサービス停止後は、愛少女に解大して、少年ジャンプ2014年9月22日より2017年4月25日まで、連載された。願い事を叶えてくれるというスマートフォンのアプリ、魔法のアプリの都市伝説が流れる、岐風音楽園で、悩みや願い事を抱えている個性豊かな生徒たちが、不思議な世界にいる少女アイビスから実際に、魔法のアプリを与えられ、 使いこなしたり振り回されるうちに成長し恋愛を成就させる様を描いたラブコメディ作品である。エピソードごとに主人公が変わるオムニバス形式だが同じ学園を舞台にしているため多くのキャラクターは他のエピソードでも再登場する。ほぼ毎回サービスカットが挿入されるお色気漫画であり少年ジャンプでウェブ公開されたバージョン25は 性描写が過激すぎたために、後に公開停止となった。バージョンでは、主人公を及びヒロインとして登場と表記しているものは該当エピソードの主要人物を意味しており、他エピソードにもたびたび登場している。バージョン1で次年度に移っているため、それ以降の学年を記載する。三年生、二年生、一年生その他生徒卒業生教師クラスメイトの鍵詰めネイに恋心を、 寄せると坂スータは、好きな女の子の前では素直になれないことに強く、悩んでいた。そんなある日の雨が降る中、どこかへ雨宿りしようとしたスータは、不思議な神社を見つけ、素直になれるようお参りしたその時、携帯恋人アプリを手にする。高山俊則乗り集者、ジャンプコミックス以下の出展は、集営者の本内のページ、書誌情報の発売日の出展としている。 ありがとうございます。